会いたかったぜ、シェリー。赤井秀一だ。かっこいい。かっこいいですね、赤井さん。鼻ほじるぞ。最悪だ。ファンに殺されるぞ。絶対やんなよ。申し訳ない。ちょっと、ジンのセリフから入ってしまったな、今日はな。そういうことなんだ。会いたかったぜ、シェリー。ああ、ジンだ。あれ、どっちだこれは。赤井さんなのか、ジンなのか。赤井秀一だ。赤井秀一さんですか。今日はなんか極秘ファイルを入手したっていうお話を聞いたんですけど。そうなんだ、これだよ。あ、思ってたファイルじゃない。ああ、コナンの謎ファイルだ。謎ファイルな。時間がないからもうすぐやろう。あ、はい。あ、それ情緒とかないんだ。自分が乗ってる情緒みたいな。オープン。うまく切れた。めちゃめちゃ下手だ。開けんのめっちゃ下手だこの人。ここが一番の難関かもしれない。いや、そんなことないんですよ。よし、謎がビリビリに破こう。もう無理だ。いやいや、マジか、マジか。上品さ、上品さを出してくれ。頼むわ。その開けるのだけ難しいんですね。そう、なんかあれですよ、なんか確かトレーディングカードみたいなの入ってましたよ。そうなんだよな。また、そうそう、これな。今回は何なんだ、誰なんだ。誰なんですか。俺の可能性が大事。ああ、そうっすよね。お、誰だ。会いたかったぜ、シェリー。まさかのジンザ。まさか。出来すぎですね、ちょっと。なんか仕込んでたみたいになっちゃって恥ずかしいぞ、これは。やだな。そして、はい、だな。はいはいはい。この段ボールがあることによってな。段ボールね、前回活躍しましたからね。そう、いろいろ役に立つ。はい。そしてこのファイルがもらえると。うわー、FBI のメンバーも載っている。はいはい。まずあれだな。何ですか。サイトにアクセスしないといけない。ああ、そうかそうか。そういうのありましたね。うん。今回は謎解きというか、なんかここに書いてあるように、はい、能力テストらしい。能力テスト。ああ、本当だ。FBS ランクを目指せ。FBI 捜査官能力テスト。これだな。ひらめき力試験。お。この用紙をひらめいて、あ、開いて試験を。どこ間違ってんですか。よし。さあ、また来たな。これだよな、謎解き。これが謎解きだ。わ、これはすごいぞ。わ、これはもう難しそうだな。いや、これはやばいぞ、マジで。よし、ヒントを見るか。早っ。早いな。今回ヒント見るの、前はね、ヒントがあるの知らなかったですからね。そう、知らなかったからな。ヒントがあるんだ。あ、ヒントを見れるっていうのがあるから、多分みんな、あの、そんな心配しなくても大丈夫だ、解けるはずだ。不安なんですか、もしかして。ヒントに頼れば何でもできる。元気があれば何でもできるみたいな言い方。あ、ひらめき力はもう終わった、はい、早いぞ、いいぞ、今回。あ、いいですね。あ、いいペースだ。次は推察力試験。おー、テープがあってある、はい、いいぞ。俺のこの取るのが下手なのを、あ、やばいぞ、予定してしまうぞ、やばいぞ、ボロボロになるパターンだぞ、これやばい。あ、やばいな。赤井さんがこんな不器用だと思ってないからな、作ってる側はな。そう、全然散らかるじゃないか。やばい、やばいぞ。うわ、下手な匂いがプンプンする。これはできたらもうカッターかなんかで切ってほしい。いけるのか。あー、これは長期戦。ここで時間使ってる。ここで時間使ってるよ。難易度はここにある。いや、違う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 よ。そこじゃないのよ。謎はこれか。いや、これ開けば謎が解けるわけじゃないの。無事に切れましたね。ああ、よかったです。カッターだ。ああ、カッターだじゃないのよ。なんかいっぱいあるな。ヒントっていいな。ああ、もう2つ目がとりあえず分かっちゃったよ。ていうか、あれですね、やっぱちょっと謎解き能になってきてますね。そうか。うん、答え、この前ので鍛えられたか。なんて。答え切って何すか。もう早く次に行こう。あ、次に行きますか。状況判断力試験。ああ、いいですね。よしよしよし、もう様子見だ、お前だな。いや、ちょっとちょっと大事に扱ってよ。楽しませてもらってんだから。面白いは面白いんだから。はいはい、なんすか。お、状況判断力。お、それは俺が持っているものだ。
おお、なんかかっこいいような。ああ、だからもうあっという間に終わってしまった。あっという間に終わったんですね。よかったです。これはヒントを全く見なかったな。そういうやつだった。いいですね。なんか謎解きっていう感じじゃなかったからな。あ、そうですか。いい意味で、いい意味で、いい意味で、いい意味でってなんですか。さあ最後どういうこと。狙撃力試験だ。狙撃力試験と謎解き、果たしてどんな関係があるのか。まあまあ、でもね、赤井さんといえば狙撃力ですもんね。こんなのお茶の子さいさいだろう。お茶の子さいさい、そんなこと言うんだ。ちょっとイライラしてませんでした。そんなことはない。そんなことはない。あれ、あ、本当ですか。うん、無理くり笑顔を作ってる。そんな顔もするんだ。よかった。この狙撃力のやつは実際の狙撃じゃなかったから、ちょっと俺の力は発揮できなかったんだけど、ちょっとイライラしてるな。イライラはしてないんだ。イライラはしてない、はあ、でこれで全部もう答えが分かったから送信してみると、はいはい、送信しました。間違ってる。何 B ランクだな。あれ、どういうこと。もう少し考えてみろというと、言われてしまったが、わかりました。さっき答えだと思ってたことが、はい、もっとよく見たら本当の答えはそうじゃないみたいな作りになっているんだ。すごいぞこれは。すごいぞ。こんなに興奮してる赤井さん初めて見たな。すごいんだから。おお、そんなこと言うね。もうすごいんだからこれ。誰誰ね、誰。どうだ、診断結果が。あ、やった。あ、 SS ランクになったな。やった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 。あなたのランクは SS ランク。やったじゃん。だがな、だがな、トリプル S ランクを目指せって最初言ってたから。やばい。ということは、何かあるんじゃないか。うわ、もう疑い深くなってる。俺は SS ランクで満足だ。いや、ダメダメダメ、ここまで来て、いやいや、終わらないで、終わらないで、その、ゆっくりの BGM 終わっちゃうから。いや、行かないで行かないで、まだ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 やりますよ。トリプル S 目指そうよ、ここまで来たら。もうやだやだ。いや、多分ないんじゃない。いや、あるってあるって。実はな、はい、なんすか。 SSS ランクを取るにはそんなヒントある。あるんだ。あるんすね。これを見て、なんとか SSS ランクを取らないといけないな。どんだけ SS 言ってんのよ。SS 製薬にはお世話になってるからな。そうなんですね、うん、本当か。 SS 製薬がコナンを大きくする薬をなんとか今開発中。マジで。そうなの。そうなんだ。 だとしたらちゃんとコラボしてほしいけれど。そうだな。おう、やったぞ。え、 SSS ランク。うわ、目指してたやつ、やったやったやった、取れたぞ。うわ、これちょっと長かったっすね、うん、最後が、うん、あーっていうね。たっぷり遊べたな。そうっすね。あ、やった、クリアした、おめでとうございます。やった。ミュージックスタート。はい。テレテテテレ、ここがシーンのエンディングだ。謎解き。ようやく来た。うわー、よかったよかった。ご視聴ありがとうございました。